はい。佐藤潤チャンネルでございます、えー。私のお気に入りのタブレット。ね。Amazon の Fire タブレットなんですが、えー、これね、使いやすくて毎日使っております。えー、こちらの商品なんですが、なんとですね、えー、現在、タイムセールでこちらでございます。3980円でね、売ってるんですよ。Amazon、えー、プライム会員のね、えー、特別価格で、えーと、この購入で買うことができます。えー、残り時間はね、 あと、ほんの少ししかないですよ。どこだったかなあ、こちらだ。残り時間ね。あと、今これ撮ってる段階で6時間20分しかございません。本当本日限り、えっ、ー、と、23時59分までとなっております、えー。4月2日日曜日ですね。で、終了ですね。えー、まあ、Fire t a b l e ね。何がいいかってね。 えー、アンドロイドではないんですよ。アンドロイドベースなんだけど、まあ、アマゾン、ファイ e オリジナルの OS なので、まあ、ちょっとね、アプリの使い方とかは特殊といえば特殊なんですが、えー、なんといってもですね、アマゾンのプライムサービスがね、めっちゃ使いやすいんですよ。えー、ビデオを見たり、音楽を聴いたり、えっ、ー、と、本を読んだりっていうのがね、えー、非常に使いやすい。で、もう一点。 本を読むということはですね、別に、あの、ごめんなさい、本を読むに限らずね、プライブサービスを利用するには別に、あの、iOS、それから Android デバイスでも可能なんですけども、Fire がね、唯一違うのは、えー、と、次一冊無料で本が読めるというのがね、違うんですよ。だからこれ一つ持ってくと何かと重宝するかと思います。私もね、今、タブレットとして使っているのはこの Fire だけなんです。 もうアンドロイドもね、今使ってなくてですね、もうタブレットはずっとファイヤーオンリーで、えー、まあ Twitter が使いやすかったりとかね、あとシルクブラウザーで大概の用は済んじゃうということでね、私の場合は。もうこれでね、もう普段の使用用とはもう事足りてるという感じでございます。えー、特徴としてはね、あの、こんな感じで、今ね、 動画もこうやって撮ってますよ。こうやってね。どんなサービスがあるのかなって、こう、パチッと。こういう、まあ、本であったりね。なんかこういうアプリ、音楽とかね。こういうのがもう、なんか3000万とか書いてますけど。ドラマ、映画、音楽、本、アプリ、ゲーム。ね。こんなシェリーがあ,あるんですよ。もういっぱい。これを買えば、この世界が味わえます。ね。こうやってカフェでね、こんな風に使ってですね。えー まあ、あと、こんなに楽しい家族は付属しておりません。これ別売りですね。えー、自分で手に入れてください。えーまあ、ちょっとね、話は脱,走脱線しましたけど。このまあ、7インチの IPS ディスプレイで、えー、171ppi。まあ、あんまり高解像度ではないんですけども。でも、まあまあ見れるかなっていう感じです。というわけでね、今3980円で、 まあ、サクサク快適に動くタブレットをね、買おうと思ってもなかなかできないですからね、もう貴重な存在だと思います。えー、皆さん、ぜひこの機会に買ってみてはいかがでしょうか。えー、ちなみにですね、あのー、私ですね、これ今撮っているカメラ、えー、実はこれもファイヤータブレットで撮ってるんですよ。<laughs> で、しかもこのファイヤータブレット、えー、とシルクブラウザ経由でね、 ユーチューブは見ることはできるので、ここからそのまま直接ね、この動画をアップロードしている次第でございます。こんなね、使い方もできると、なかなか Fire やるでしょねえ。えーまあ、その気になればね、YouTube 動画だって撮れちゃうんだというね、ところが面白いですね。えー、てなわけでね、Fire、えー、タブレット3980円で販売していますよというお話でした。もう本日限りです。プライム会に入って 急いでねみたいな感じですあですもね、プライム会員はすぐ反映されないみたいだからね、ちょっと早めに動いた方がいいのかな。ね、とりあえず1ヶ月お試しでもいいのでえられることを、ね、お勧めします。それではまた。